施設の老朽化計画についてお伺いします。はいはい。まあ、施設の老朽化、今の国の方で国土強靭化計画ってもやってるんですけども、まあ、要は災害、まあ、震災が終わった後は耐震の方があって、あとこれからはやはり施設これからもう長く持たせようという形で今取り組んでるんですけども、まあ、そういった中でやはりまあ、学校施設とか考えると施設全体でこう物事を考えるとダメなんでって考えてるケースがあるんですけど、その中で私今やってるのはトイレだけは別の計画にしないと、やはりトイレってやっぱりさっきもお話ししてるんですけど、災害時非常に大切じゃないですか。だから災害計画、要はまあ老朽化対策っていう形で考えるときに、トイレは別の形で計画してほしいということを現在今議会に、ね、要望してます。それがまあ今の取り組みですね。はい、はい、以上です。はい、ありがとうございます。